何が彼女をそうさせたかは、1927年に発表された六幕キューバの藤森聖吉作の日本の儀曲を呼び、これを原作とする1930年、帝国キネマ演芸制作の日本の長編劇映画である。主人公は中村住子。母は男と共に行方をくらまし、父はのたれし、おまけにおじには利用される。 様々な仕事を転々とし、絶望の中自殺を図るが助けられる。しかし、収容された、事前施設も住み子にとっては、必ずしも、安住のうちではなかった。1927年の、改造1月号から4月号に連載された。連載後、改造者から単行本として刊行された。1927年4月15日から、築地小劇場で初演。 彼女の題名で上演され、肘形よし演出、山本康江が主演した。劇団、築地小劇場に入団したばかりの杉村春子は、オルガン弾きとして、セリフのない役で、舞台デビューした。劇団、築地小劇場から分裂した新築地劇団が、現代である、何が彼女をそうさせたかとして再演。赤木蘭子が、初舞台を踏んだ。ポスター。 何が彼女をそうさせたかは、1930年2月6日に公開した日本映画である。帝国記念間、長瀬撮影所制作。藤森誠吉の同名儀曲を鈴木重吉が脚色、監督した。公開当時に流行し、社会主義思想の影響を受けた、傾向映画の代表作としても知られる。映画は大ヒットし、浅草では、 異例の5週間続営という記録を作った。また、翌年には、進行キネマで、鈴木監督、高津主演で、何が彼女を殺したかが公開されている。1930年度のキネマ旬報ベスト10で、第1位にランクインし、高い評価も集めた。オリジナルはサイレントだが、陶器への移行を見込んで最終エピソードのみ。 再撮影の上陶器化したサウンド版も制作されており、初代、江戸や猫八が効果音を担当した。しかし、使用されたレコードは、現在も行方不明となっている。公開から半年後の1930年9月30日の夜半に帝国キネマ、長瀬撮影所が火災に遭い、また1931年に解散したこともあり、 フィルムが紛失したまま幻の名作とされていた。キネマ旬報の日本映画シナリオ古典全集に台本が収録されているが、これは決定校ではなく、準備段階のものであることが発見されたフィルムと比較検証した結果判明した。1992年になって、ロシア領事館で開催された、オロシア、国を夢うメタンの試写会に協力した帝国キネマ社長。 山川義太郎の孫、山川照夫からソ孫ェフ副領事を通じて紹介したところ、モスクワの国立ゴスフィルムフォンドにあるフィルムが本作にほぼ間違いはないとの確認が取れた。このフィルムは再編集の後にロシア語字幕が追加されており、終戦後満州に攻め込んだソ連軍が接収したと思われていたが、 実際には上映直後に映画ジャーナリストの袋一平が単身ソ連へ持ち込んでソ連の事情に合わせて編集、翻訳し上映したものを元にしたものだと考えられている。その後山川照夫がフィルムを買い取って持ち帰ったが東京国立近代美術館フィルムセンターからは民間のものであることを理由に復元を拒否され、 不予曲折の末に、大阪芸術大学により正式に確認され、修復、復元された。しかしプリントは、冒頭のクレジット部と住子が、電車にはねられそうになる、最初のエピソード、詐欺師の古文となるエピソードのほとんど、教会への崩壊へ至るラストが欠落している。しかし、鈴木の遺族が保存していた、鈴木本人による映画からの小説版が、 撮影台本の代わりとして利用できることが判明し、欠落部分を字幕で補うことで復元が可能となった。復元版の長さは80分。1994年7月、大阪で風切りから63年ぶりに公開、斬新な映像で関係者から再評価された。1997年の第10回東京国際映画祭。 日本シネマクラシック部門のオープニング特別、招待作品として本作の復元版が上映された。1999年には第18回ポルデノーネ無声映画祭の再発見と復元部門でドイツのギュンター・エーブ・フバルトによるピアノの伴奏付きで上映された。現在は東京国立近代美術館。 フィルムセンターに50尺版で保存されており、木の国や書店から、クリティカルエディション版で、DVD が発売されている。年代気風の10のエピソードから構成されている。14歳の中村澄子は、生活苦から、親が自殺して、孤児となる。叔父を頼っていくが逆に局場団に売られてしまう。辛い日々の中、青年慎太郎に恋心を抱くものの、 団長の小川の虐待に耐えきれずに、曲馬団を脱走する。その後尾は帽子長谷川極校の女中、詐欺師の子分、議員秋山の女中と職を転々として、新さを舐める。洋々にして再会した新太郎と結ばれるも、生活に追われた二人は切羽詰まって、真珠を図り、住み子だけが生き残ってしまう。幸せも夫も何もかも失い、 すがる思いでたどり着いた教会の施設天使園も、園主、矢沢の偽善と不正に腐敗しきっていた。住子は絶望のあまり教会に放火する。燃え上がる教会から上がる炎と火の子を背景に、何が彼女をそうさせたか。の大きな字幕が映ってこの映画は幕を閉じる。ありがとうございます。